선정대 팀들이 일본 선교를 위해서 꿈꾸던 것들이 있습니다. 일본 교회를 방문하고 또 한국 교회의 기도 중보 사역자들을 모시고 와서 일본 교회 영혼들을 위해 기도할 때 어떤 일이 벌어질까 제가 참 많이 궁금했습니다. 그래서 지금부터 우리 후쿠시마 목사님 궁금한 거 몇 개 여쭤보고 몇 가지 질문사항을 질문해 보도록 하겠습니다. 교회의 그 私の目的は、外国人、外人の方と英語を話すことが目的なんです。교회에처음온것은교회에와서그외국인들과그때의영어로얘기하고싶어서교회를가고싶었습니다。教会に来まして、英語です。いろんな聖書の話を聞いたりして、その時に初めて聖書を聞いたんですけども、聖書が何かおとぎ話のような本当に信じられませんでした。그렇게해서교회에와서이제그외국인들선교사님들과같이영어로성경을공부하게되었는데그성경의내용을절대믿을수가없었습니다아르히는것도선교사가저한테질문을했습니다그때선교사님이저에게질문을했습니다아나타와예수그리스도신지ますか당신은예수님을믿습니까私は先生のお世話になってるから私はイエスと、まあ、そうですと言いたかったんです지금까지계속해서그여러가지로영어공부도가르쳐주고여러가지해주었기때문에믿습니다라고말해야되겠다는생각을했었지만でも私の心の中ははっきり言ってイエスも信じてないんです그런데제마음속에는예수님을믿지않고있었습니다私はその宣教先生にこう言ったんです그때저는선교사님이이렇게말했습니다はい先生はい先生はい선생님半分信じてます반절믿고있습니다それから半年ぐらい経った時に그렇게그후로한 반년정도지나서私は罪ということが分かったんです저는이게죄에대해서깨닫게됐습니다私は毎日学校にいるときに近所の奥さんに会うんです。제가학교에갈때매일그옆집에있는그아줌마를만나게됩니다その奥さんが私のことを私のお母さんにこういうことを言ったんです。그부인이제어머니에게이렇게말했습니다私の名前はトシオというんですけれども、トシオちゃんはとても暗いねとおっしゃったんです。그부인이자기 어머니에게 도시오군은 얼굴이 캄캄하네 어둡네 라고 말했습니다. 私はその時に非常にその言葉を聞いて嫌だったんです。그때그말을듣고굉장히싫었습니다. そしてその近所のこの奥さんに対して、まあ私は本当にこの憎しみも持ったんです。그래서그옆집에있는부인에게저는굉장히그안좋은마음을 품게됐습니다でも私の心の中ではですねこのおばさんいなくなったらいいのにと思ったんです그런데그마음속에는이부인이없어졌으면좋겠다고마음을가졌습니다私は自分の心の中がなんと汚い悪い心を持ってるんだろうとかということをその時気づいたんです그때내마음은왜이렇게나쁜그더러운것으로가득찼는지그때깨닫게됩니다これが罪だということが分かったんです그이것이죄로구나라는것을깨닫게됐습니다その時に初めてイエス様を心の中に信じようと思ったんです그때비로소처음으로예수님을마음으로믿어야되겠다라는마음을갖게됐습니다自分は心から罪を悔い改めてイエス様の十字架を心から受け入れたんです저는그렇기때문에죄에있는마음어두운마음더러운마음을예수님의그십자가의피로받아들이고예수님을믿게됐습니다その日から2日か3日後に私の心の中にすっごい平安がやってきたんです그로이틀일삼일후에내마음속에평안이찾아왔습니다聖書の中にペテロ第一の手紙の1章8節にペテロ전서1장8절에
あなた方はイエス・キリストを見たことないけれども、너희들은예수님을본적이없지만、彼を愛してる。그를사랑하고、現在見てはいないけれども、지금도、보지못하지만、言葉では表せない、말할수없는、輝きに満ちた喜びにあふれてる。빛나는、기쁨에충만하고있다。それは信仰の結果なる、그것이신앙의결과다。魂の救えてるからやると思います。영원히구원받은것이기때문이다。まさに私は救われて、この中に本当の平安を、そしてまた喜びを持つことができたんです。드디어나는예수님을믿게되어서마음의평안을얻었습니다。오케이、ハレルヤ。簡単にこの八尾南教会を紹介してください。はい、そうです。私の教会は44年前に私と妻が結婚した時に。ここからゼロからスタートしました。이교회는44년전에저와아내가 결혼하고바로아무것도없는상태에서시작이됐습니다。そして最初の時は私の家族がスイから救われたんです。처음에는저희가족이차례차례예수님을믿게됐습니다。私の家族が教会の開拓時代のベースになってくれた。그래서그우리가족이이개척의그베이스기초가되었습니다。今教会は20数年前に大阪の平野区デトのところにブランチの教会を持ってます。25년전에平野에지교회를세웠습니다。将来は平野の方の教会で八尾南と合併した教会を一つの教会を作る計画です。아지금은그히라노에있는교회하고지금있는교회하고장래에하나가되어서그런교회를건축하고싶습니다。교회의広さは히라노の方はここの 2.5 倍広いんです。아히라노에있는교회가여기있는지금미나미교회이그보다두배반정도넓습니다。みなみ教育と八尾南は40人ぐらいで、あ、でも第一と第二と合わせて2つの合わせて40人ぐらい。第一は少しですかね、少ないですけども、40人ですね。1部2部がエベイが있는데、합쳐가지고한40명정도エベイを드리고있습니다。デトは平均的にはそうです、25人ぐらい、平均人数は平野人です。25名정도드리고있다。そうですね、まあ、今の時代ですけども子供たち、ユース、若い人たちと子供たちが教会からいなくなっているし、なかなか伝道しても集まらないですね。지금어린이들이교회에점점점점줄어들고어린이전도가제일어렵습니다。ですからみんな大体教会40、50、60、70、大体その辺の人が教会の8割ぐらいがいます。8割ぐらいです。그래서지금교회의그멤버들중에40대、50대、60대、70대、80대가 80% 정도됩니다。今子供、昔は子供集会してれば、もう教会いっぱい子供が来ます。옛날에는그어린이그교회학교를하면은애들이가득차게왔었는데今は子供集会してイベントすればたくさん来ます。지금은교회에서이벤트하면은많이옵니다。でも日学校に毎週日学校になったら本当に少ないです。で、일요일주일예배주일학교하면은거의안옵니다。ですから今のは教学校の先生はいろんな奉仕をしていて。また小学校の教師やってたら片手間でしたら子供は続かないです。여러가지봉사하지만주일학교를봉사를해도잘이게따라오지못합니다。まあ私たちが今祈っていることは教会学校のフルタイムワーカーが欲しいんです。フルタイム教会学校の若い者。若者とか。그러니까지금은교회학교를전문담으로한그런젊은사역자가필요합니다。さあ祈りのね体験とか前で一緒に祈ったそうなスタイルとかな、はい、まあそうですね、今まで私たちがやらなかったスタイルのね、祈りなんですけども、やっぱり祈りはまあ別にスタイルって決めない方がいいと思うし、まあ祈ることは本当にどんな方法でも私はそれがベストだ、素晴らしいと思ってます。경험은못해본그런형식의기도였지만
이 노리는 기도는 하나님께 드리는 것이기 때문에 그런 형식의 구역 없이 좋다고 생각합니다. 이노리는 소유 마타미니 기대모라했다는 아주 대감격이었어. 아주 좋다고 합니다. 그 이노리 이노리 기도해 주시러 오시면 저는 환영하겠습니다. 한번 시도해 봅시다. 네. 노자노 이노리가 熱心だってことね、まず感じますね。 먼저 기도가 정말 열심이구나라는 걸 깨닫게 됐습니다. この御言葉を聞いて、そしてすぐに実践していくっていうことね、行っていくということね。 그리고 말씀을 듣고 바로 실천하는 것을 보았습니다. 日本は聞いて考えるだけで終わってしまうんですね。 일본은 듣고 생각하고 끝나는 게 일본 성도입니다. だから。 やっぱりこう実践的なね、そういう教会プログラムをね、やってるところにやっぱ教会が成長していくと思うんですね。 역시 하나님 말씀을 듣고 순종할 때에 실천할 때에 교회가 부흥하는 것을 볼 수 있었습니다. 일본의 교회가 성장하지 않는 이유 첫째는 1대도 크리스천도 왔다는데요. 일본의 그 교회가 부흥하지 않는 것은 1세대에 끝나기 때문에 그렇습니다. 私の 교회의 목표 이만 놓ってる 것은 2代目, 3代目의 크리스천이 탄생することなんです. 저의 교회의 기도 제목은 2대, 3대가 같이 예배하고 예수님을 믿는 것을 소망하고 기도하고 있습니다. 去年, 3代目의 크리스천이 2人 탄생したんです. 작년에 3대째 믿는 크리스천 가정이 두 가정이 생겼습니다. 私たちが 40年前 導いた 兄弟 姉妹は 결혼して 子供 ができたんです. 40년 전에 예수님 믿게 한 그분들이 이제 결혼해가 예를 낳는데 그분들이 예수님 믿게 되었습니다. 그리스도인의 고등어들도 성장して, 또 결혼して, 또 결혼して, 그 고등어가 또 크리스천이 됐단です. 그래서 그들이 결혼하고 그분들이 결혼하고 그 자녀들이 결혼하고 그 마고 손자들이 이제 예수님을 믿게 됐습니다. 그 일본 사회 빛과 소금을 소금의 역할을 감당하는 그런 한 총의 사역을 살펴봤습니다. 그리고 한국교회에 대한 그런 그 기도의 요청, 그리고 한국교회 성도들에 대한 그런 그 신앙에 대한 아름다운 평가, 이런 것들은 곧 일본 교회가 한국교회에 더 기도를 요청해 달라는 기도해 달라는 요청과 또 할 수만 있으면 그런 일본 교인들이 한국교회에 성도들을 만나고 또 그것들을 보여줄 수 있다면 일본 교회가 훨씬 더 그 한국의 그 성도들의 그 헌신과 순종의 그 기름붐이 흘러와서 일본 교회가 더 성숙한 계기가 되지 않을까 이런 생각을 하면서 오늘 후쿠시마 목사님 야오 미나미 교회 후쿠시마 목사님 인터뷰를 마치겠습니다. 행복한 시간 되었습니다. 감사합니다. 박수하겠습니다.